さあ、ラストチャプターやっていきましょうか。どうにか間に合ったな。俺の息子、おっきしてるぜ、ベイベー。はい。今の意味がわからない人はね、ぜひね、前回パート最後までご覧ください。もう本当に最高に息子がおっきするチャプターをご覧いただくことができるんじゃないかなと思いますんでね。はい。ということで今回もやってまいりましょう。ラストチャプター、バイオハザード4ですね。まず、せっかくね、チャンネル登録ボタンをね、押してからね、何言ってんの？せっかくなんでね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してから動画ご視聴いただけたら幸いでございます。ということで今回は、まあ、ラストパートということなので、まあ、ラスボスと当然ながら戦うというところなんですけれども、まずはね、ちょっと武器調整からやっていこうと思います。ラスボスをね、ぶちのめすのに、ね、適した武器っていうのが今手元にあるので、手元にはない。だから今からそれを、調達しようというところですね。ただね、前回まででちょっと手榴弾使いすぎちゃったっていうところがあるんで、まあ、とりあえずマグナムさえ鍛えていればね、ラストで、チャンドレス着たね、太ももエロいムンムンお姉さんが、レオン、use this って言ってね、ロケットランチャーをね、出してくれはするんですけど、残念ながらロケットランチャーを、まあ、使わない方法でやろうかなというところなので、うん、あれ、バイオハザードってロケランがふさわしいのに使わねえのかよ、おめえっていうね、そういうご指摘をされる方、その通りなんですよね。だから今回ちょっとね、あまりにも陰謀が見えなさすぎてね、ただただ女子大生にエロいことをしようと企んでた、ちょっと悪いカルシマさんをね、倒すっていう、そういうパートになってもございますんでね、ぜひね、よろしくお願いします。はい。で、まあ、武器としてはね、もう本当に、例の爆発物をね、購入することによって、まあ、要は、サタラって爆発物に超弱いんですよ。うん、だから、どんな、威力とか関係なく、とりあえず爆発するものを食らってしまうと、もうひるんでね、弱点さらけ出してね、ああ、そこもっとお目注意でレーシックして、あ、最近だったら ICL の方がいいかしらって言ってね、お目差し出してくれてね、視力矯正の、なんか、依頼をかけてきよるんでね、まあ、そのための武器で、まあ、威力50のね、マグナムを使って、まあ、レーシック、もしくは ICL をしてあげようと、視力矯正してあげましょうよ、という、そういうパートでございますね。実際、さあ、これ今から登ってってるけどさ、エイダがさ、こう縛られてるじゃないですか。これ誰がどうやったのよってね。なんなら、縛り方だと腕を後ろで縛るっていうことは多分できてないはず。にもかかわらず腕縛られてて、で、レオンがさ、ナイフで今から縛っていけるじゃん。そしたらなぜか腕まで解放されているっていうね。どんな結び方したらそんなことになってんのよってね。僕ちょっと別に亀甲縛りとかの、その縄縛りとかそういうのが別にプレイとして好きじゃないんで、縛り方うんぬんとかに関しては全然、すいません。ちょっと知識がないんで、なんかそこら辺詳しい方がいたら、なんかこのサイト見るといいよとか、縛り方の手順としてはこうこうこうなんですみたいなのが言ってもらえたらすごくありがたいな。ありがたくはないか。なんか、披露する機会がもしない、なくて、なんかムンムンとしてる方、こちらでやっていただけたらいいんじゃないかなっていうところですね。はい、これが今回の患者でございます、うん。ちょっとね、視力があまりにも悪すぎてね、今何が自分の体に起こっているのかっていうことが把握しきれないほどに視力が下がってしまっていますんで、まあ、いかにね、視力が悪いというよりも、さすがに自分の体がね、あんなかプラン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 になってる状態に気づかないっていう人はさすがにいないですよ。ところがね、今回の、レーシック規模の方はね、まあ、もしくは ICL 規模の方はね、ちょっとね、視力があまりにも悪すぎて、体の感覚がなくなって、ちょっと人間じゃない異形姿になっているにもかかわらず、なぜかね、それでもね、前進して向かってくるというね。だから自分の体に何が起こってるのかわからないのに、こう、なんか、目の敵にしてぶち殺したいなって思ってる相手に関して、カッポしてくることができるという、なんか特殊なスタイルをやってらっしゃるんですよね。ということなので、まあ、早速治療に入ってますが、まあ、まずはね、ちょっと全身麻酔で眠らせてあげた後に、まあ、ちょっとレーザー治療をね、ぶち当てて、角膜削ったり、眼内コンタクトレンズ入れたりとかって、そういう作業が、ま、繰り返されていくという、そんな流れでございますね。まあ、ちなみに、レーシックの場合は、まあ、大体20万前後くらいで今ならできるっていう、まあ、比較的、視力矯正の中では安いと。ただし、まあ、5年から10年くらいのスパンになってきた時に、まあ、ういって早えな、おめえよ。麻酔かかってんだから、おとなしくネート契約こらない。回復します。そう。5年から10年くらいのスパンで、ね、視力がまた悪くなっていってしまうっていう、そういうリスクがあります。実際に、僕の先輩で、
やってる人は 1.2 くらいにせっかく上がったにもかかわらず今 0.5 くらいまで下がっちゃったって、でも 0.5 くらいまで下がってしまったら結局ね、もうメガネかもしくはコンタクトが必要になってきちゃいますからね。そこでに5年10年のその20万の投資っていうのとコンタクトレンズの投資っていうのを考えたら、まあコンタクトの方がマシなんじゃないかなっていうところですね。で、一方で眼内コンタクトレンズですね、 ICL と呼ばれるやつに関しては、これがその視力によるんだけど、視力はまあ比較的まだマシだっていう人は45万くらい、ちょっと僕くらいね、0.01 とかっていうと僕くらい悪い人、まあそれは多分コンタクトとかしてる人だと 5とか4とか、あのマイナス3とかさ、 3.00 とか 4.75 とかそういうサイズのあれがあると思うんですけど、サイズっていうのか、矯正のサイズか、ん、わかんない、うん、まあそういうのがある人に関しては、あの それのその度合いによって、まあ、45万くらいで済んだり55万になったり、さらにそれ以上の金額になったり、それからまあこれがあの最終レーザー治療なんだけど、まあ今回これを使わないで、ね、あの安っぽい粗治療をやっていこうと思います。まあ患者の体が耐えきれるかは知らん、発症と、そう、まあそんな話もしつつですね、まあ、だからただ目の中に直接まあそのコンタクトレンズと呼ばれるものを、まあコンタクトレンズっていうのがちょっと詳しく分かんないですけど、僕の弟も ICL やってたんだけど、もう金持ってんな弟とか思いながら話聞いたりとかしてたんですけど、まあそれはいいとして、まあ実際に視力が下がってしまうみたいなことはないそうなので、うん、だからまあ高いけど、まあその後ね視力が下がって、なんかまた結局メガネがいります、コンタクトレンズがいりますみたいな追加要素っていうのはないので、まあそこを ICL に関しては最近も流行りっていうのもあるし、まあ投資する価値っていうのは比較的あるんではないかなと思われますけど、まあ目が悪い方はね、ぜひそのどちらかを調べてね。だから僕もね、なんかね、一生涯の中でね、やっぱ起きた瞬間からその目をパッチリ開けた時に全ての視界がもうくっきりと見えるっていう体験をもう一回したいよね。もうかれこれ小5くらいからメガネかけて、で中学校からコンタクトレンズをする生活になってるんで、まあ行って早いって、だから、うん、だからね、やっぱりね、起きた時から世界がはっきり見えるっていう経験はまあもう一回したいよね。人間が得る情報の7割以上は目から入ってくる、まあ視界から入ってくるなんていうね、こと、視覚から入ってくるなんていうこと言われたりもするからね。まあこれに関しては、いろんな人こそ5割だとかさ、9割だとか、7割だとかっていろんなところで言われてるから、まあ、実際どれが正しいのかなんてのはわかんないけどね。まあ多分でも、さ、人間が感じ取る能力というか情報のパーセンテージなんかってさ、どれに頼ってるかっていうその比率が人によって違ったりするから、まあ平均的にこのくらいでしょうって出せても、実際にそれが事実ですみたいなことってのはやっぱ難しいんじゃないかなと思いますけどね。はい。そろそろもうこいつ終わるんじゃねえか？ちょっと治療が長引いてますね。そろそろちょっととどめ刺しに行きたいと思います。ねえ、せっかく用意してもらった治療の道具をね、使うこともなくね、申し訳ないんですが、はい。私は昔ながらのやり方でやっていこうと思いますよ、はい、どっちかというとロケランの方が昔ながらのやり方か、バイオと言ったらだもんね。はい、出ておいで。あ、ちょっと待って、これは危ないぞ、これは危ないぞ、これは危ないぞ。回復だけしといて、あぶね、これ回復しなかったらゲームオーバーになってやり直しちゃったね、本当に。今やアメリカ人が勝つなど映画の中のクリシェなのだよって言われて終わるところだった。危ない危ない、ほい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 、さて、中しぶといなと思ったら治療終了でございます。はい、お疲れ様でした。お大事なさってくださいね。まあ、治療が終わった後はね、しばらく目の感度が高くなってしまってるんで、ホコリとか入ったら危ないですから、まあ、とりあえずまずはゴーグルをしておいてください。あ、ゴーグル出していただきましたね。ありがとうございます。はい、それを装着してくださいと思ったんだけど、どうやら裸眼であなたはいなさいっていうちょっと恐ろしい看護師さんに出会ってしまったみたいなので、まあ、皆さん残念ながら今からコンタクトをすることは許されない、コンタクトじゃないゴーグルをすることは許されないそうなので、まあ、裸眼でちょっと毎日頑張ってください。はい、治療後もね走ったり泣いたりするとね、もう目が染みちゃうんで、なんとか我慢するように、はい、気合で根性でなんとかしてください。ということで、ね、ラスボスぶちのめすことができました。なんかラストパートなんでね、もっと気の利いたコメントだったりとかさ、もっと楽しいさ、激しくなるようなコメントとか残せればよかったんだけどな。プッシュ
まあ世の中そううまくはいかないぜっていう話ですね。可愛い鍵を残してくださってありがとうございます。バイバーイ。太ももが見えそうで見えなかったね。おパンツが見れたら一番良かったのかもしれないけど、おパンツが見れそうで見れなさいですね。残念。泣けるぜ。で結構これがね、スタートの時間がね、もうすでに30秒近く経っている状態から始まるっていう、ね、どんだけガバガバな逃げ方をしなきゃいけないんだっていう話だけどね。ということで、とりあえず、金だけゲット。まあ、2周目以降のね、楽しみに使っていけろっていう、そんなところですね。で今後のバイオも、その2周目になって、ただ敵を倒すだけじゃなくって、2周目ならではの、その新ルートが開拓されたりとかさ、難しさが出てきたりとか、みたいなことがあればいいんだけどね。結局、ストーリー自体がさ、大幅に変わるっていうか、中身が変わるっていう作品は今までに出たことがないですもんね、バイオの中でね。2周目になったら、今まで出てこなかった敵が出てきましたとかさ、なんかラスボスの後のアナザーストーリーまでクリアしないといけませんみたいな。アナザーストーリーは、その、本編の延長上としてっていう話でね。うん。っていうことを考えると、まあ、あんまりね、うん。まあ、実際どうなんでしょうか。さて、お恥ずかしながら実況の時にこれ乗って確か俺死んだんじゃなかったっけ、一回死んでなかったっけかな、気のせいか、なんか一回やらかしてた気がするんだけどな。まあ今回ちょっと死なないように頑張ろうと思います。あのね、ほらご存知の方はご存知だけど、なんかのボタンを押してたらこう飛ぶ時になんか縦回転横回転したりするんですけど、なんか未だにこのスチーム版ではどのボタンを押したら回転するのかっていうのがわからないから、まあちょっとノーマルで飛びます。本当は回れたらかっこいいんだけどね、ちょっとそこまでできるボタンの配置が分かってないということで、全速前進走り抜けていきますよ。なぜなら最後にこの女子大生のパンツが見たいからな。避ける避ける避ける。ただ一個だけ突っ込ませてくれ。そんなに重い甲冑つけて走ってたら多分沈んでるはずなんだけど、それでも沈まない浮力最強。早いねー。さすがもう命がかかってるだけあるよ。後ろから水が迫ってきてるからな。これで落ちたらもうアシュリー一生上がってこれないもんね。まあ残念ながらムービーシーンになったら早着替えすることができるという謎仕様になってるんで、ほら甲冑のままだったら沈むからそうならないようにっていうね、カッポなりの配慮なんでしょうね。まあ、実際にこれコッシュもそのまま反映され続けるっていうさ、まあ、なんかバイオ5みたいな状態になったらさ、本当にこれなんで甲冑なのに沈まないのみたいなね。じゃあ皆さん最後にご賞味あれ。ご会長。はい、おパンツ見逃した方はね、ぜひね、一回動画止めてまた5秒10秒戻してご覧ください。ラストパンツですよ。なんかあれだよね、バイオ RE2 からさ、そのバイオ RE4 につながる作品としてさ、見たときに、この最後のさ、このセリフ、この最後のセリフが、一体どんなこう意味合いになって、こう新しいセリフになってるのか、全く同じセリフを言うのかっていうのが、すごい楽しみになってくるよね。そういう、ちょっと、一つ一つのその、これ、俺の心の中にある幻影かもなっていう。この一つ一つのそのセリフっていうのが、またね、こう、新しい作品になった時に、こう、どんな意味を含ませて、こう、我々ユーザーの元に届くのかっていうのもすごい楽しみですよね。もうちょっとさ、だからバイオじゃない、エイダのアナザーストーリーまでね、もう作られた後に出てくる作品だから、もっとこう、ルイスの見え方が変わったりとか、新しいセリフが出てきたりとか、そのあたり楽しみですね。はい。ということでね、最後まで動画ご視聴いただきまして、本当どうもありがとうございました。まあ一応ね、エンディングテーマが流れてるんで、その間はね、次回作に向けてちょっと喋りたいなと思ってるんですけど、次回に関しては、続きでバイオ4やっていこうと思います。せっかくね、プロフェッショナル苦労して、クリアすることができましたんで、まあそれをクリアすることによって手に入る最強のレーザー銃を、使って、まあちょっとこれまで苦しめられてきた敵たちっていうのをフルボッコにしていこうかなっていう回をちょっとやっていこうというふうに考えてます。で、それが終われば、まあちょっとそのパートがどのくらいまで行くのかっていうのはちょっとまだ未知数なんですけど、やってみないとわかんない。まあ基本的には1チャプター、1パートでやっていこうかなというふうに思ってますんで、まあ仮にだとすると20パートくらいになるのかな。まあ20パートくらいをちゃちゃっとやっていこうかなというふうに思ってます。で、その上で、
まだ多分、時期的には RE4 が発売する前になると思いますんで、その間はね、バイオハザード6をやっていきたいというふうに思います。バイオハザード6もその全部やるんじゃなくて、レオン編だけね、だから要は、バイオ4とか RE4 のさらに、まあ、約9年後に、レオンに起こった再び災難とは一体何かっていうことを、まあ、振り返りながらというか、もうこれどう言ったらいいんだろう。振り返りながらおかしいな。まあ、ちょっと予習をしながらじゃない、おかしいな。うん。言葉が難しい。言葉は難しいけど、まあ、それはいいとして。で、プラス、皆さんと最後に、フィギュアを一緒に眺めていきたいなと思ってるんで、バイオ6のね、うん、またこれまたエロいフィギュアもあったりするんだ。これがたまらねえんだ。うん、でもそれはいいとして、ですんで、まあ、ちょっとそのフィギュアを手に入れるための取りこぼしているエンブレムも全部叩きのめしながら進んでいくという、そんなね、そんなパートにしていこうかなというふうに思ってます。まあ、もしかしたら、ちょっともろもろの事情でパートがバイオ4長引いたら、じゃあやっぱり RE4 から入っていきますとか、まあ、間をつなぐちょっと別のゲームやってみようかな、みたいな、そんな話になったりするかもしれないんで、まあ、そこら辺はね、ぜひね、しっぽりと楽しみにしていただけたらというふうに思います。まあね、モッドとかやってみても面白いのかもしれないけど、なんかモッドでプレイするのが禁止みたいな話が出たりとかもしたりした時期があったんでね、あれちょっと僕ね、その話が出た時くらいのタイミングでしかその動画見たりとかしてないんで、なんかツナマグロさんとか梅田ジャパンさんとかがなんかそんな動画流してた時期があったかと思うんですけど、僕はちょっとあまりやったことがないんでわかんないですけどね。バイオ RE3 のモッドで、なんかシュレックになって襲われるとか、ジルの格好が若干エロくなるとか、なんかそのくらいのモッドしか仕方がなかったんで、やっぱね、僕ね、機械に疎いんで、モッドの入れ方っていうのがね、果たして正しいのかどうかって、なんかね、ネメシスは比較的、どのモードにしても、こう、うまくいったんですけど、ジルのコスチュームがいまいちね、変更できたりできなかったりっていうのがあったんで、まあ多分ちょっとやり方間違ってんだろうなっていうところですね。はい。ということで、エンディングが流れ終わったんで、最後にね、レオンと、誰だっけ、アシュリーじゃなくてハニガンか、ハニガンのキャッキャウフフをご覧いただいて、本作は締めくくりたいというふうに思います。はい、次回は本当にスカスカッとするような実況を見ることができるんじゃないかなと。これまで苦しめられてきたやつをね、本当に、ね、もう闇の底へと葬ってやる武器が手に入るんで。 OK、 なんで急にメガネ外したのかな。コンタクトを外すならわかるけど、メガネ外すっていうのがね、もしかして伊達メガネなのかな。どっかの曽根さんと一緒ですね。Story of my life っていうのがね、かっこいいですよね。はい、これですよ。はい、ということでね、本当に動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またね、前編ご覧いただけたら嬉しいです。はい。ということで、また明日以降も同じようにバイオ4を続けてやっていくというふうに思いますんで、まだご覧いただいてない方はね、ぜひ次回パートも含めて、これまでの動画も全部ご覧いただけたら嬉しいです。ということで、最後まで動画ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録ボタン、グッドボタンもお願いします。では次回作でまたお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。